えー、核武装とね、積極財政の雑談をしていこうと思います。というのもね、読むだけで動画になりそうなコメントを見つけたので、1日1投稿のね、このモチーフの動画としてはいいんじゃないんでしょうかと、モチーフって今何なんだろうっていうね、まあちょっと言語的な能力が怪しくなってるのかなということで、えー、まあ読んでいきましょう。シェルターはね、国の借金とは何かさんに頼むんだな。主はシェルターより団党の方が作るのが好きやろと。うん。 まあ俺はどちらかというとね、攻撃力に全振りした方が好きで、ディフェンスってのはまあまあ、うん。終わりのないディフェンスだからね。うん。それ V 館ムもあれやん。スタンドアップトゥーザビクトリーやんって。えで次ね、一家に一台核弾頭を作るのを材料とそののしかどうしましょう。俺はワクワクすっぞ。てててててて、ててててててとかやつでしょ。うん。 いや、そっち古いよね。だって無印の方のドラゴンボールだから、多分この人らが意識してんのってドラゴンボール Z でしょうん。えー、濃点ピーカン、なんだっけっていう、うん。違う違う、ちゃらへっちゃらの方でしょっていう。で、プラトニウムじゃなくてウランなら日本でも少量だけど取れちゃうんだな、これが。ただウランだと小型か不向きだけど。で、人形峠とかですね、そこで買ったウランガラスのおチョコとかで日本酒飲んでます。 ウランガラスとかよく知ってるね。紫外線吸収して蛍光色出すんだよね。んこれいいね。欲しいね。かっこいいね。うーん。なんかこう光ってくるんだろうね。多分。これで焼酎とかビールとか飲んだらうまそうだなーとか思って。この前、七七さんと会って喋ってたんだけど、その時のね、喋り動画に残しとけばよかったなっていうぐらい結構弾んだんだんだけど、まあ、ビールをね、10年ぶりぐらいに飲んでみて、10年ぶり ?8 年ぶりだったかな。うん、7年ぶりだったな。最後に飲んだのが、 FGO の水着 BB ちゃんを弾くときに爆死したときなんだよね。もうあれ以来飲んでなかったの、気分悪くて。もうビールの味が爆死の味になっちゃって、うん、勘弁してほしいっていう。で、なんかちょっと三国寺話がここに残ってるから、美塾は女衆に劉備がいた頃からの付き合いで、最終的には諸葛亮より加わらいだけは高かったと。で、美塾は女衆の富豪で、女衆から劉備が離れるときに女衆にとどまらず、自らの財産べて、 えっと、投げ打ってまで付き添った男。まあ、妹がね、そうそう、劉備の嫁なんだよね。美婦人とか言ったから。うん。で、ただおっしゃる、その弟の美貌のことまで含めてドラマがあると。で、この美塾ってね、あのー、簡単に言っちゃうと、こうと劉鳳の、劉鳳の昇華みたいな人なんだよね。だから、内政型の人材で、だいたい細々としたこと、だいたいやってくれるっていう、この人が。だから、美塾って、三国志のあの、公演のゲームとかでも、 結構能力が高くて、政治と志望が70ぐらいあるって、かなり使い勝手の良い,い武将なんだよね、これ。武将というか文官か。うん。で、まあ、三国史興味ない人は興味ないだろうけど、でも、俺が今言ったでしょ、昇華。まあ、昇華は言い過ぎかもしれないけど、まあ、でも、 うーん、昇華の7掛けぐらいの能力はあるんじゃないのかなそれちょっと言い過ぎと。まあ、昇華ってあれだもんね。えーと、地方のあの公務員みたいなやってたら、流法が出てきて、で、なんだこのクズはとか思ってたら、見どころがあるからついてったとかいう人でしょ、あれ。で、最後の最後、粛清されそうになって、ギリギリ切り抜けたっていう。 まあ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 、幸運と竜ホね、あの、祖官、孔亡期、面白いですねと。で、次、えっ、ー、と、これ、ホントレンコンさんという人なんだけど、どういうネーミングセンスなんだろうね。ちょっとこれはよくわかんない。ただ、自分の名前っぽいものを入れる人とか、また名前とか書く人よりは、まあ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 と。ちょっとなんかこうずれてるから、気になるから、修正させてくださいと。まだ、まだだ。一体どうなってんのこれ。 うん本当にね、マックのこのワードソフトは使いづらいページとかいったかな。で、最後読んでいくと、おコメントを取り上げていただきありがとうございます。いや、こちらこそね、動画の値段だったんで、バチクス役に立ってますよって。ね最近のウクさんの動画を集中的に見たから、なんとなく経済動画をバチクスさん上げてるイメージがありました。うん、経済はね、正直ね、興味ないんだよね。というのも、 いつだったかなバンされた方のチャンネルで、まとめて結構取り上げてた時期があって、えっ、ー、と、おととし、その前かな ?3 年前うん。それぐらいの時に、いわゆる主流派経済学からケインズまでずっと取り上げてて、で、あれやったあたりでね、<laughs> ?MMT? とかになるわけ。<笑><笑>って。<laughs> はいはいはい、カロンね。<laughs> はい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 、みたいな。<laughs> はいはい、カフェロン。<laughs> おつみたいな。<laughs> まあだから、MMT とかカフェロンとか語ってる人ね、前の動画で現象学の話してたんだけど、動態的な分析はできない、また有機体的な社会論のことがよくわかってない。中野武志有機体的社会論がどうのこうの書いてたのに、なんであの人は有機体的な、こう、解釈学的な。 えー、循環とかね、現象学的関係とか、またあの動体分析とかできないのかなっていう。で、この動体分析ができるかできないかで、はっきり言うんだけど、人間性能に相当差があって、俺があの、成田悠介とか、レオザとかのことをカス扱いしてるでしょ。カスだと思ってるもん。だって、あの人だって動体分析できないから、だから変数が少ない状態で戦ってるから、あんなに切り替えが早いんだよっていう。うん。それはね、1次関数とね、えー、8次関数だと、 それは情報の分析量がね、うん、処理量が違ってくるから、それあなたたちはいいですよねっていう1次関数なんだからって。っていうぐらいに思ってんのよ、俺からすれば。それに比べて俺はさ、あのさ、微分析もね、ずっと繰り返しながらね、あの工事関数扱ってるんすわ、みたいな。うん。まあ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 と。 で、何の話だったっけそうそう、ヒステリ指シスについてか、えー、と教えてくれてて、俺が前はヒステリーかなとか適当に言ってたんだけど、まああれからまた調べてもならなく、この人が教えてくれたと。めちゃくちゃ大雑把に言うと、大不況の時に倒産したその企業を救済したほうが、その後の景気の回復に下がるんじゃねという考え方みたいですと。うん。あ、これはね、俺もね、思う。あの企業を潰すとね、一気に供給力とか需要がなくなっちゃうから、だって企業自体が物を買うこともあるから、需要もなくなるんだよねってねそこで給料 が支払われて消費とか投資に回る。お、ま、金、あ、もなくなっちゃうから。だから倒産しそうな会社が結構重要な会社だったら俺、俺救うべきなんじゃないかなと思ってんので、ゾンビ企業トータル生産性上がるのは幻想じゃないって感じですね。とうん、そもそもゾンビ企業ってちゃんと定義してるかという疑問符だからね。まあ、これあんまり救済しすぎるとどうなるかって。最後ね。大きな政府になりすぎて。あのー、何えっ、ー、と物価高。 インフレが止まななくなっちゃうんだよねでその時に初めて構造改革したらいいんだよっていうのがあのケインズ経済学から、えー、とマネタリズムの流れなんだけどそういった流れを理解せずにね喋ってる企業経営者とか成田悠輔とかねレオザフットボールとか、えー、あの辺ね経済観がねすごいしょぼいんだよねっていう。 うんで、えっと、それはそうだろうとしか思いませんが、なぜか日本の資料エコノミスト連中は信用してるんですよね、と。で、さっきちょっとね、話題になったんだけど、うちのオープンチャットとかだとね、もうひどいのがね、レオザとか成田祐介ってね、 なんちゅうかね、ほんとカス扱いされてんだよね。うん。あいつら頭悪いでしょみたいな。だから俺が砦に立ててね、動画を上げるんじゃなくて、こういうおしゃべりの動画の中でね、さらっと、あいつらはカスですよねって当たり前に言って、で、これ見てくれてる人、読んでくれてる人に対して、まあ、あいつらはカスだからねっていうふうに、もうなんか常識としてね、うん、コミットしていけばいいんじゃないのかなっていう。うん。 で、それこそ何かちゃんと裏付けするデータあるんですってなりますと、積極財政にあんなに因果関係がとか、ワメックスに。そうそうそう、あいつらね、自分が主張するときはね、因果関係出さないのに、他人を否定するときだけ因果関係とか言ってくるんだよね。まあだから、そういう時の切り返しは簡単で、えー、社会科学って因果関係成立しづらいですとか言ってね。うん。しづらいどころか、えー、未来に対しての因果関係なんか発生しませんっていう。 じゃああなたたちは何かやるときに因果関係があってやるんですかっていう。これでいいんだよね。うん。だって自然科学じゃなくて社会科学なんだから、神前美の善なわけでね。目的としては学問の。で、そのことも分かってないんですかっていう。だから俺、あの、なんだろ、サッカーの戦術って、あれ学問として社会科学に近いものがあるから、だから、最も良いと思えるもの、自分たちが。 例えばあの、こう戦えば、自分たちが負けたとしても、より良い戦い方ができたから納得できるよねっていう、そういったものをあのチョイスしていくべきであって、そうしたらね、相手とか状況とか、また、比嘉の戦力さえ変わってくるんだよね、やるべき戦術っていうのが。だから、こういった面で胴体分析ができてないというので、レベルが低いなって。 カスだなって俺がよく言うわけでまあまあ、とうちのオープンチャットだとね、えー、成田祐介とか、レオザとか、あの辺はカス扱いされてるんで、うんまあ、留院されてくださいと、こういうところで。もうね、あいつらのこ名前出しただけで、オチ、オチになってるのね。うん で、最後のおっしゃる通り、希望的観測ですね。仮に傾くとしたら、そういう大きなショックでもない限り無理だろうなという。で、ぶっちゃけさんの予測の方が実際に実現しそうで、かなっぴーですと。うん。俺はね、あの、いわゆる悲観的観測から始まって、で、希望的観測があったらいいなぐらいでね。だってね、うん、受験とかでもね、マジで希望的観測って通らないもん。マジで。うん。 俺が今でこうあったらいいな。でも無理だろうな。でもこうあってほしいなっていうことがね、叶ったことってほぼないもん。うん。悲観的観測を全部潰していって、残った選択肢の中でマシなものを選ぶ。これが俺の考え方で。 まあだからもう中国とアメリカに間接侵略されるんじゃないのかなっていうのが俺の結論ですと。ということで今回はね、読むだけで動画になりそうなコメントを、えー、取り上げて語っていきましたと。皆さんも、えー、ネタにされたかったらどんどんコメント残していってみてくださいと。ということで、レオザフットボールと成田エスケアカスです。